ブルーエンジェルスはアメリカ海軍所属のアクロバット飛行隊。現在の本拠地はフロリダ州のペンサコーラ海軍航空基地、通称ブルーズ。昔からアメリカ空軍のアクロバット飛行チームサンダーバーズとライバル関係にあり、共に世界でも高レベルのアクロバット飛行能力を誇る。第二次世界大戦終結時に 大衆の海軍航空兵力への関心を維持しておくことを意図して、チェスターにミッツ提督の指示で、1946年4月24日に組織された。それから1年と経たない1946年6月、本拠地であるアメリカ合衆国フロリダ州のジャクソンビル海軍航空基地で最初のデモンストレーション飛行を行った。初期飛行時の機体は、グラマン海6海。 ヘルキャットの3機変態で、先導機はロイブチ・チボリス少佐だった。すぐ2ヶ月後の1946年8月25日に、機体はグラマン海8回、ベアキャットに移行した。この時初めて有名なダイヤモンド変態を披露した。初期には変態アクロバットだけでなく、ビートレボムと名付けられた黄色の T-6 的3、練習機を敵役に、 3機の F6 階が T6 を追い回し、最後に T6 が白いスモークを吐いて余体をたどちていく、撃墜症とも言うべき模擬空中戦も実施されていた。1949年8月には、機体をブルーエンジェルス発のジェット艦上戦闘機である、海9階から2パンサーに移行した。1950年8月、朝鮮戦争によって活動を停止。 ブルーエンジェルスのメンバーは航空母艦プリンストンの第191戦闘機体の中核として編入された。次の年、彼らはテキサス州のコーパスクリスティ海軍航空隊基地で再編成され、機体もパンサーの改良版である海9階から5パンサーに移行した。復活後初のショーは6月19日のメンフィスにおけるミッドサウス航空祭であった。ここに 本拠地を置いている間に、パンサーの主翼を後退翼に改良した、海9階からハチクー空側に移行している。1954年冬、本拠地を現在のペンサコーラ海軍航空基地に移転するまで、ここを本拠地としている。1956年には、初の国外遠征として、カナダ・トロントでショーを行っている。続く20年の間に、 ブルーエンジェルスは2回の機体の移行を行っている。グラマン会11回から1タイガー、そしてマクドネルダグラス社の会マイナス4、J ハントム2である。1971年秋には創設25周年を記念した極東ツアーの一環として日本を訪れ航空自衛隊小牧基地でショーを行っている。また、1961年12月からは、 日本でブルーエンジェルスを舞台にしたテレビドラマ Z パイロットが放送されている。1970年の中央アメリカハワイツアーの様子は記録映画ブルーエンジェルとして劇場公開された。1974年12月海軍デモンストレーション飛行チームはマクドネルダグラス社の A-4 回スカイホークを運用し始め、そして 海軍デモンストレーション飛行部隊に編入された。この再編では、編隊指揮官とは別に、部隊指揮官の設置を認め、サポートの指揮官も加えて、海軍入隊者募集作業の支援という戦隊のミッションを再定義した。トニーレス中佐が最初の部隊指揮官となった。百八十六年十一月八日、四十周年記念式典の際に、マクドネル・ダグラス会、 A-18 ホーネットを初公開した。ホーネットは現役の機材であるが、使用されているのは初期の生産ロットで、電子機器等は当時の作戦機と同じであるが、降着装置が航空母艦運用に適さないタイプなので、ブルーエンジェルズの使用機材に回された。機体の塗装は美しいが、実際の機体は古く、しばしばトラブルに悩まされ予備機である7番機、 8番機を使用する場合も多いことから2008年度会計で解 A-18CD に変更されることが決定し数機が C 型になっている。2015年には機体を解 A-18E に更新することが発表された。ブルーエンジェルスは極機飛行に使う機体とは別に輸送支援機として ファットアルバートというニックネームの C-130、ハーキュリーズ輸送機を使用している。現在運用している7代目は、2020年にイギリス空軍から中古で購入した、ハーキュリーズ C5 で、1970年に配備された4代目の C-130 回以来、5代目の PC-130、G、6代目の C-130、T、7代目の C-130、 J と5台続いて C-130 が用いられている。この C-130 は輸送支援の他にコーネットの前座も務めていたが、2009年に JAT の在庫がなくなったことにより、その後は JAT を使用した離陸展示は行われていない。なお、本機の所属は海 A、海 A-18 と異なり、海兵隊であり、機体のカラーはブルーエンジェルス使用だが、 ユナイテッドステーツマリーンスと表記が入っている。機体の塗装は伝統的に青をベースに黄色のラインであり、操縦席の外側にはパイロットの名前が黄色の文字で書かれている。ブルーエンジェルスのパイロットは、ブルーエンジェルス専用の明るい青の飛行服、グローブ、ブーツ、上げ下げできるバイザーがついた黄色のヘルメットだけを装備する。激しい軌道飛行を行うにもかかわらず、 G スーツや酸素マスクを着用しない伝統がある。専属の整備員も青い作業服を着用している。なおサンダーバーズの飛行服、作業服は濃い紺色である。地上展示として2台に小型シアターを乗せた車両を配備しており、演技飛行の合間にはブルーエンジェルスの空中軌道を体感できるアトラクションが公開される。2020年12月12日。 2021年4月にフロリダ州のジャクソンビル海軍航空基地で開催予定のジャックスエアショーでの登場を前にカイ、A-18E イ、スーパーホーネットがニューヨーク州ウエストポイントで開催されたアメリカンフットボールの陸海軍対抗戦でフライオーバーを披露した。イ6回から5ヘルキャット1946年7月から8月海8回から 一ベアキャット1946年8月から1949年回9回から、二パンサー1949年から1950年6月回9回から、五パンサー1951年から1955年回7、七 U-1 カットラス1952年、回9回から8クーガー1955年から1957年回11回から、 1タイガー1957年から1969年回マイナス 4J ファントム21969年から1974年12月 A 4スカイホーク1974年12月から1986年11月回 A 18AB ホネット1986年11月から2008年1月回 A 18C D4 ネット2008年1月から2020年回、AA-18E 回、スーパーフォーネット2021年 JRB1949 年、R4D-6 スカイトレイン1949年から1955年、R5C コマンドを1953年、R5D スカイマスター1956年から1968年。 C-121 スーパーコンステレーション1969年から1973年 C-130 ハーキュリーズ1970年から2019年 C-130J スーパーハーキュリーズ2020年ブルーエンジェルスは毎年アメリカの34カ所で70回以上のショーを行う1946年の設立から 2億6千万人以上の人のために飛んだことになる。ブルーエンジェルスの名前は1946年に初期のチームがニューヨークに行った時に決まった。チームのメンバーがニューヨークマガジン誌を読んでいて当時有名だったブルーエンジェルズナイトクラブの名前を見つけたことに由来する。ありがとうございます。